キャンプハックチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今回紹介するのはモンベルムーンライト新潟。月明かりでも組み立てられるほど設営が簡単というコンセプトのモンベルを代表するソロテントの一つで、長年ファンから愛され続けているモデルです。そして発売から41年という時を経て、2020年の仕様変更でより使いやすくアップデートされました。価格は税込み 41,580 円です。今回試し張りをしたのはテントオタクの私ムッシュです。早速基本スペックからチェックしていきましょう。重量と収納サイズ。重量は 2.46kg。 収納サイズは本体とポールが別々に収納されていて、本体の収納サイズが長さ 35cm、 直径が 17cm、 ポールの収納サイズは長さが 44cm、 幅が 11cm となっています。ソロテントの中でもかなり小さい部類の収納サイズで、僕が普段愛用している27リットルサイズのバックパックにもすっぽり収まるほどコンパクトです。内容物。内容物は本体の収納袋にインナーテントとフライシート、ポールの袋にはポールの他にペグ、ロープ、さらに万が一ポールが折れてしまった際に使用する応急補修用パイプが1本付属しています。これだけコンパクトな収納サイズにもかかわらず、付属品も充実です。ただペグに関しては大きな岩が埋まっているような川沿いのサイトでは入っていかない可能性があるので、頑丈なペグと交換してもいいかもしれません。それでは設営していきましょう。まずはインナーテントを広げて、四隅をペグダウンしてインナーテントを固定しましょう。そしてポールを広げます。ポールはすべてショックコードでつながっているので、組み立てで迷うこともありません。ポールの4つの先端部分をインナーテントのハトメに入れて固定します。インナーテントの前後にあるフックをスライドさせるイメージで装着して、残りのフックをインナーテントに引っ掛けましょう。次にフライシートの装着です。フライシートの裏側にフレームの先端と引っ掛かるクリップがあるので、パチンと音が鳴るまでしっかり装着して、マジックテープでフレームと固定します。四隅のフックをインナーテントとつなげて、側面のトグルでフライシートとインナーテントを連結してから、サイドのロープとガイライン、前後を貼ったら完成です。ムーンライトテントという名前の通り、設営の手順はとても簡単で、慣れてしまえば10分以内で立ち上げることも可能です。自立式のテントなので、もし設営した後に場所を動かしたい場合は、最後にペグを打つ工程にすれば自由に動かすことが可能です。サイズ感と使用感。本体のサイズは正面から見て幅が 150cm、 奥行きは 380cm、 高さは 117cm。 前室部分が前後ともに 80cm なので、インナーテントのサイズは 220cm ということになります。ムーンライトシリーズにはそれぞれ1型、2型、4型とありますが、寝れる人数はそれぞれの数字と同じなので、今回の2型は2人用のテントということになります。実際に中で寝てみましたが、当然1人で窮屈というわけではありませんが、2人で使用するとなると着替えなどの荷物は前後のフライシートのスペースか車の中に入れておくのが良さそうです。小さいテントは通気性の良し悪しで室内の快適さも大きく変わってきますが、ムーンライト新潟の通気性は十分と言っても過言ではないでしょう。設営時に貼ったフライシート側面のロープで下からの通気性を確保しつつ、インナーテントの前後は大きなメッシュパネルになっていて、両方とも開けておけばかなり開放的で風通しも十分な空間になるので、快適に過ごすことができます。使用イメージ。いわゆる三角形のテントに属するムーンライトテント新潟は、テント内で過ごすというより、タープやシェルターと別に寝床として使用したりと、あくまで寝るためのテントとして使用するのが最適です。ただこれだけ小さく収納できるテントですので、車だけでなくバイクや電車移動のキャンプなんかにも重宝すると思います。そういう場合はインナーテントに腰掛けて地べたスタイルでミニマムなソロキャンプを楽しむもよし、ソロ用のチェアとテーブルで過ごすもよしという、なるべく少ない荷物でコンパクトなソロキャンを好む方におすすめしたいテントです。またテント内で過ごす場合はランタンフックが必須になってくるかと思いますが、こんなに小さいテントながらランタンフックは前後と真ん中の計3箇所に装備されているので、
ランタンの大きさや光量、使い勝手に合わせて活用することができます。さらに前後にはメッシュポケットも装備、スマホなどの小物を入れるのに便利なほか、収納袋をまとめて入れておくと紛失の心配もありません。以上、ムーンライト新潟のご紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。また次のテント紹介でお会いしましょう。